今回お母さんを呼び出したことについてなんですけれども、ルミカさんからは何か伺ってたりとかは？なるほど、そしたら私から全部説明しなければならない形ですね。ですね、先日ですね、修学旅行がございまして、その中でですね、今年から、うちの高校では修学旅行のメニューの中に、そのホテルでの本格的なコース料理を食べるというプログラムをですね、設けることにしたんです。生徒たちにとっても本格的なテーブルマナーを学ぶ機会とか、もろもろにつながるんじゃないかという考えだったんですね。その高級レストランの場でですね、ウェイターの男性の方がテーブルを回って、ビーフはフィッシュというふうにこう聞いて回っていたわけですね。で、ルミカさんがその男性のウェイターさんのビーフはフィッシュに対して、ウェイターさんの男性器をカチッと掴んでディックって言ったっていうふうに伺っていてですね、ちょっと怖すぎるぞというか、ちょっとなというところで、そのウェイターさんからの方もクレームというか入っていましたし、同じ班でテーブル囲んでた子たちも大変怖がっていてですね、ビーフはフィッシュ、ディックはちょっと10代のこのユーモアじゃないというか、もう何人も殺したマフィアがやること、ビーフはフィッシュ、ディックって、だからもう私もびっくりしていて、最初は本当に信じられなくて、ウェイターさんから報告を受けた時に、嘘でしょ、ウェイターさんがふざけてるとまで思ってしまったんです。だから今お母さんが唖然とされる気持ちは大変わかるんですね。でも関係者の証言等をまとめますと、確実に娘さんはビーフはフィッシュ、ディックって言ったということですね。ビーフはフィッシュ、ディック、いかんせんね、私も男性の教員ですから、ルミカさんに直接言うのが難しいテーマではあるというか、やっぱり呼び出して、ルミカさん、この間ディックって言いました？言えない、とても言えないし、それぐらいの言葉じゃないですか。だってそれぐらいの言葉なので、ディックって言うなとも言えない。ディックって言うなって言ったら、僕がディックって言わなきゃいけなくなるというか、それぐらいの言葉じゃないですか。だからこれをちょっとどうしようかと思った時に、お母さんを頼ろうかなということでですね、ご協力いただければと言いますか、ご家庭の方で少しこうご指導と言いますか、ご協力していただきたいということですね。もちろん学校でもできる限りのことはしたいと思いますし、何かしら困ったことであるとか、ルミカさんの変化等があれば、いつでもご報告いただければということですね。今のところルミカさんは学校では普通に生活をしていてですね、そのビーフ・フィッシュ・ディークの現場を見た子たちはちょっともう怯え気味に、ルミカさんを少し遠巻きに見ているけれど、直で見てない子たちはほぼほぼみんな信じてない、そんなことするわけないじゃんみたいな感じで、だから他のクラスのことからむしろ何も知らないみたいな、そういう感じだから、クラスの中でのルミカさんのポジションとか学校生活上は今のところ問題ないんですが、何せことがことで、ウェイターさんはもうその訴えるとかはしないということで、本当にご厚意と言いますか、甘える形ですよ。本当にそれぐらいひどいことだと思うので、ご家庭の方でご指導いただければと思います。すみません、今日はもうこんなね難しい話をしてしまいまして、ちょっとこれからちょっと一緒に頑張っていきましょう。申し訳ないです。ありがとうございました。どうもです。またお願いします。はい、いつでもお待ちしております。おかえり、ルミカン。あなたさ、
お母さんはね、ルミカのお母さんはその、今日お母さん学校に行ってね、それで、だから、すごい趣味だ。はあ、そしたらお母さん楽器ギター、選んでくるから、なんかこれがいいとかってなったら LINE しておいて。お母さんあんまり詳しくないからちゃんと番号とか書くんだよ、それは何？ギターだけでいいの？他の周辺機器とかもいるの？アンプと、チューナーと、ピック
香さんがですね、最近学校にギターを持ってくるようになってですね、こう軽音部の子たちと一緒に練習とかをしてて、まあこう軽音に仮入部してるみたいな感じなんですかね。そういう感じでこうやってて、それは全然構わないんですけど、軽音部の顧問の大井先生っていう初老の男性の教員がいらっしゃるんですけど、ルミカさん、その大井先生に向かって、ビッグオアディック、やったそうで、大井先生は裁判も辞さないというふうに言っていて、準備をしていただきたくてですね、多分ルミカさんは負けますどうかご検討を。見たのか、見たなら見てけよ